南口淵延駅は神奈川県相模原市中央区淵延三丁目にある東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は JH25 東神奈川駅発着系統と横浜駅経由で根岸線に直通する列車が停車する。島式ホーム1面2線を有する地上駅で京城駅舎を有している。JR 東日本ステーションサービスが 駅管理を受託している、橋本駅管理の業務委託駅、緑の窓口設置、自動改札、自動券売機、指定席券売機が設置されている。かつては貨物扱いが行われており、北口側の東神奈川方面に貨物扱い施設が、橋本方面には、相模総合補給所への専用線のための入れ替え線があった。 東神奈川方面乗り場の向かい側にある現在、使用されていない線路は元の貨物着発線である。貨物列車が運転されなくなって久しいが、2000年代、初頭まで貨物列車着発用の信号機と本線への渡り線が設置されていた。敷地は貨物扱いの廃止後も長く放置されていたが、現在では旧貨物扱い施設の敷地がオービリン大学プラネット、 ふ延べキャンパス等に、また補給所専用線入れ替え線敷地の一部は、北口ロータリーに転用されている。発車メロディは、2014年6月14日から、5代後の銀河鉄道39に変更された。1番線は A メロ部分、2番線はサビ部分のアレンジが使用されている。2019年度の1日平均乗車人員は38,106人で、ある。 横浜線の駅では20駅中9位。当駅は、青山学院大学や大美林学園、日本大学第三中学校、高等学校等があり、学園外である。住宅街も数多くあり、利用客は、横浜線快速が通過する駅では、最も多く、停車駅の東神奈川駅や相模原駅よりも多い。しかし、二千十三年は、利用客の減少が起こり、 前年度と比較すると2500人以上減少し1年間で8.15%も減少した。減少率は首都圏各駅の中でワースト1位であった。これは青山学院大学の文系学部が東京青山キャンパスに完全移転したことが主な原因である。2015年には青山学院大学の相模原キャンパスに進学部が 設置されたため、これから4年間にわたりわずかずつの回復が予想される。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。1908年の開業以来、駅舎は、淵の部の旧集落に近い北口側に設けられていた。当駅は淵の部が所属する当時の高座郡大野村、北部だけでなく、府県境を越えた東京府の南多摩郡忠尾村への、玄関口の機能も持った。 また、鉄道から離れた上水や半原への路線バスも発着し、付近の交通欠接点の役割も負った。1930年代には、陸軍の施設が周辺に相次いで進出し、それらを背景に、駅前商店街は形成され、戦後も賑わいを続けた。一方、開業当時の南口側には、畑が広がるのみで、駅付近に目しい集落は存在しなかったが、 1940年代前半の相模原群と計画による都市計画区域に組み込まれ、廃線を挟んで県による区画整理事業が進められた。この計画では南口側に駅前広場が設定されていたが、実際に南口が開設されたのは当駅が京城駅化された1974年であった。そのため、 南口側の市街化は1960年代までは緩慢であったが、東京、横浜のベッドタウン化の波が及んで移行急速な市街化が進行した。南口の開設とバスターミナルの整備により、市内各地や愛川、半減方面のバスの発着がこちらに移動し、多くの乗降客を集めるようになった。しかし、南口周辺の商店、飲食店は、 駅周辺に散在しており、北口のような駅前商店街の形成は見られない。周辺には大学や高校が多く分布し、2001年には、当駅を最寄り駅としている日大三高と大リ林高が揃って春の甲子園に出場したので、駅や商店街に横断幕やポスターが掲げられた。ビリン大学プラネット、淵延キャンパス南口から歩いて数分のところに、 鹿沼公園と相模原市立図書館がある。北口及び南口にバスターミナルがあり、神奈川中央交通、神奈川中央交通東の路線バスが発着する。注釈出店。ありがとうございます。